まあ、当時ねブランコ・シカティックとか佐竹先輩とかピーター・アーツ、アンディ・フグ、まあ、そういう選手がやっぱりね相手をどんどん倒していくガッツあふれる戦いを、見せてもらえてた。もう僕もファンの一人として、まあ、力をもらえた、なんか勇気が出たからやっぱり格闘技の方に進んだっていうのはありますね。自分でもまあ喧嘩っていうのもあまりしたこともないですし、怪我したらどうするんやろうとか思ってたんですけども、まさか世界と戦える選手になると思ってなかったんで、本当に僕の周りもびっくりしてますし、親も止めてたはずなのに最終的にはもう応援してくれてたっていうのが本当に嬉しいですね。藤本勇介35歳、2000年のデビュー以来10年間、 K-1 ジャパンとしてヘビー級の第一線で戦い、武蔵と共に世界の強豪たちと渡り合ってきた。僕のやっぱり目指しているのは KO 勝ち、観客が見て面白いなっていう試合を見せたかったんで、それを実行できた時の終わった後の満足感っていうのは格別でした。武蔵先輩のような勝ち方もありではあるんですけども、僕としてはそれが魅力的ではなかったですね。やっぱり相手を倒してやっぱり立っている選手がどうしても眩しかったと思いますんで、そういう選手になれたらいいなと常に僕は目指してきました。それは自分を貫くために越えるべき壁。世界準優勝2回っていうね、僕の遥か先を行ってたんで、駆け足で登ってなんとかそこにたどり着きたいなと思ってたんですけども、最終的にはまあねタイトルとして超えることはできなかったんですけども、まあ武蔵選手と戦えて勝って、なんか一つ壁を越えれたような気がしました。そして決意の時、10年間の思いを胸に最後の戦いへ。こういう形で引退試合をしていただけることに本当に感謝しております。どんな相手でもいい、どんどん強い相手でもいい、試合をさせていただきたいと思い、SD カラケス26歳、エジプト。今やシルトやマダハリと肩を並べる世界屈指のトップファイター。まあ大半のよそではね、みんな負けるんじゃないかと、僕はそれは負けてたとしてもとりあえず僕の精一杯の力を相手にぶつけてやって、まあ、強いなと思わせてあげたいし、僕は負けるとも思ってないし、絶対勝って KO したいなと思っています。はい。SD カラケス VS 藤本勇介。